恵方巻きを書きます。実物がないのでチラシを見て書きます。いつも実物を見て書いているので、なんかズルしてる感じがします。ごめんなさい。絵手紙リリチューブメイキング編。丸から書いてる、ふわでっかい。書き始めが思いのほか太い線になることがあります。そんな時は筆の穂先の墨をティッシュで調整し、好みの太さにしましょう。リリスタイルでは対象物の中心から書くことが多いですが、今回はアウトラインから書いています。ちょっと棒を書くときは細くしたいので、穂先の墨をちょっとティッシュで取ってます。中心にある卵焼きから書いています。ピンク色の全部が載っています。卵の右側にはしいたけ、下にはきゅうりと高野豆腐、左側にはアナゴが入っています。酢飯の部分はある程度のご飯粒を書けば良いと思います。たくさん書きすぎると酢飯の部分が黒っぽくなるので注意してくださいね。隣の恵方巻きはきゅうりやカニカマ、エビ、卵などが入ったサラダ巻きにしました。ご飯粒を描くときはスペースがあると埋めたくなってしまう衝動に駆られますが、できる限り密にならないように気をつけましょう。卵焼きから塗ります。タンビの顔彩は黄色がレモン色なので、ちょっと卵焼きとちょっと違う感じがします。ちょっと朱色を少し、いや少しと言うたのにこんなにいっぱい取ってしまいました。まあ本物と全く同じ色じゃなくてもいいので、それに近い色を塗れたらいいと思います。同じような色合いの高野豆腐も塗っています。アナゴに茶色を塗ります。本物と全く同じ色じゃなくて良いので、美味しそうな色に塗れたらいいかなと思います。きゅうりは緑色をかなり薄めて塗っています。カニカマに朱色を塗っています。しいたけさんはちょっと茶色に黒を混ぜて、薄く黄土色も塗っています。全部は
勾配を薄めて塗っています。巻き寿司などはこの全部の色が入ると途端に華やかになるので、ぜひ使いたい色味ですね。酢飯の部分にも淡く黄色をのせています。海苔の部分の表現は毎年悩みます。光で海苔が光っている部分はハガキの白で表現したいので、顔彩で塗ってしまわないように当たりをつけています。紫色を淡く塗っています。ここはお好みの海苔の表現で良いのかなと思います。海苔が青く感じる人は青、緑色の人は緑色、黒の人は黒、あなたが感じた海苔の色を塗ってみてくださいね。だんだんと濃い色をのせていきます。黒も少し混ぜて塗っています。海苔のガサガサっとした感じを出したいのですが、結構苦戦しています。いつも通り筆のてっぺんを持って文字も書きます。小さな文字は私も未だに難しいですが、ある程度の大きさの文字なら慣れてくると書けるようになりますよ。裏感を押すときに、どこがいいかって、こういう風に裏感を押した紙を置いてみるのもいいかなと思います。どこがいいかなとか、ヤギマイさん、ぎゅうぎゅう、ちょっとぎゅうぎゅう、牛年だけに、そうです、あ、なるほど、うまいね、うん、この動画が参考になった、絵手紙やってみたいと思った、そんな方はぜひチャンネル登録やいいねボタンを押してくださるととても励みになります。コメントもお待ちしています。登録ボタンの右にあるベルのマークを押すと
新着動画のお知らせも届くので活用してくださいね。絵手紙リリチューブ、いつも見てくれてありがとうございます。また絵手紙一緒に楽しみましょう。